はい、中年オタッキーです。先日の動画で、ツイッターの DM が混乱しているということで、通常のツイッターのアカウントの DM は写真投稿専用とさせていただきますという、内容の話をしましたけども、もう一つね、ツイッターのアカウントを立ち上げました。で、従来のツイッター、中年オタッキーっていうアカウントの、ツイッターは、DM はね、写真投稿、の専用の、アカウントになります。で、相談事とかね、質問とか、要望、そういう関連の DM はね、中年オタッキー2、中年オタッキー2かな、というアカウントを立ち上げましたんで、そちらの方にね、送っていただければと思います。で、ここにね、もうすでに、こんな感じのね、iPhone5 なんですよね。もうずっと眠っていた iPhone5 を起こしました。で、YouTube の動画を20分ぐらい見たらバッテリーが 50% ぐらい減る。もうバッテリーがヘタヘタになってるんですけどね。そんなわけで iPhone5 で OS も古いんでね、変換とかもアホで、返信が遅れるかもしれないですけど、DM でね、何か聞きたいこととかある方はこちらの方に送ってください。で、今日の動画いきますね。今日の動画はね、このカメラっていうかね、レンズですね。スーパータクマのね、50mmF1.4 っていうレンズでね、撮影してきました。はい、それではスタートしてまいります。はい、このね、スーパータクマ 50mmF1.4 なんですけども、視聴者様のね、ミッシェルさんからね、提供いただいたものになります。本当にありがとうございます。これ結構ね、結構高いレンズです。で、問題もね、全然ない、バリモンのレンズですね。で、マニアの方はね、ご存知と思いますけども、スーパータクマのね、50mmF1.4 っていうのはね、バージョンがね、4つぐらいあります。バージョンといって大まかには2つなんですよ。8枚玉か7枚玉かということで、初期のものが、大まかに言うと初期のものが8枚玉で、後期のものが7枚玉のアトムレンズになります。で、文字の書体が違ったりとか、O と切り替えれば、表記が違ったりとかね、いろんなバージョンが存在するらしくて、細かいことはね、マニアックな人たちのブログとかをね、検索して参考にしていただければと思いますが、8枚玉のね、製造の本数がめちゃめちゃに少なくて、もうね、レンズの相場を見るとね、もうプラナが買えちゃうぐらいの値段がついてます。それならプラナ買いますよね。運よくね、骨董品店とか、詳しくないお店でね、運よく、仕入れる、人もいるとは思いますけど、今日ね、この提供された、レンズは7枚玉のアトムレンズですけど、7枚玉のアトムレンズでも十分高値がついてます。で、大雑把に言うとね、この製造番号ですね、シリアルナンバーか。ここにね、シリアルナンバーありますけどね、こいつがね、古いやつがね、8枚玉になるみたいで、何番からっていうのはよくわかんないです。で、本当に古いやつはね、文字のね、字体も変わってくるらしいんですよ。文字の字体が、ちょっと古っぽいやつが8枚玉とか、文字の字体が新しくなってもなんか8枚玉が存在したりとか、なんかとにかくわかりにくいです。もしね、興味のある方はね、調べて購入してみてください。で、早速、作例を紹介してまいりますけども、今回の作例なんですけども、ツイッターとかでも、つぶやいてますし、前回、の動画でも、言いましたけども、ケントメア100で撮ってるんですけど、トライ X、コダックのトライ X を装填したと思ってて、400の露出で撮りました。で、400の露出で100のフィルムで撮ったんで、感度が足りなくなるんで、増感現像いたしました。で、増感現像をね、100から400、2段もね、上げてるんで、結構荒っぽい写真になってますけど、
こっちの方がね、好きっていう人は多分いると思います。100のフィルムをね、増刊現像してね、200なり400なり、上げるとね、粒子が出てね、荒っぽい写真になります。で、これがね、フィルム写真らしいってことでね、好きな方はたくさんいると思うんですけども、僕も実はその一人なんですけどね。で、まあ、写真、こんな感じでね、とにかくね、絞ったらバリバリに改造します。本当にね、で、開放描写は若干甘めなんですけども、背景ボケがね、ペンタックスのレンズらしくね、非常に綺麗です。で、まあこんな感じなんですけども、とりあえずね、その開放描写、がどんなものかっていうね、ここに表示していきます。これ縦構図で、夜撮ったものになるんですけども、真ん中をね若干拡大しますね。拡大して、さらに拡大しますけども、ちょっと増刊現像の影響が出てね、若干ね判別しにくい、写真にはなってると思うんですけども、解像度が高い、開放描写の解像度が高いレンズとは言い難いとは思いますが、まあ中央部のね解像度はね開放描写でも合格点だとは思いますね。さすが単焦点レンズですね。で、まあこんな感じで撮ってきたんですけども、これまあアトムレンズなんですけども、アトムレンズにしてはね応変も、少なく、これ M42 マウントって言って、これねねじ込んであるんですね。普通のネジ山でねじ込んであります。よいしょ、はい、撮りました。まあ、こんな感じでね、そんなにね応変も、ね、してないと思いますね。でアトムレンズはね応変する、まあ日にちが経ったら放射線でね黄色くなっていくんですけども、紫外線を当てると、応変が取れるという情報を聞いてます。だから黄色くなってるやつはね日向ぼっこさしたらね応変が取れる可能性もあるんですけども、あんまりね日に当てて温度を上げると絞り羽とかに油が出て絞り羽が粘っちゃったりするかもしれないんで注意は必要ですけど、本当なのかな、応変が、太陽光で紫外線を当てて、取れるのか、もう紫外線ランプとかも、当てて無理やり取るとかいう手もあるのかもしれないんですけどね。でね、このレンズね非常に、いいレンズですって、もう撮っててね良かったですし気に入りました。もう非常にいいですね。もうねピントの山もつかみやすいしね、もうねファインダー越しでもね背景ボケがね綺麗なのが分かります。でカメラ自体もねこのペンタックス SP すごく楽しいカメラになっておりまして、これジャンクでね、ハードオフで、1000円だったかな ?1000 円、確か1000円だったかな、ちょっと忘れちゃった。1000円で買ってきたんですけど、電池入れたんでね、露出系もね、バッチリ動いて、それも露出系の精度もなかなか、秀逸でして、いい買い物をしたんですけども、で、今後ね、これモノクロだけじゃもったいないと思いましたんで、コダックのね、カラーネガ、コダックゴールド200をね、装填して、さらにテストを継続していこうと思います。まあ、こうご期待です。これね、いいレンズだと思いますね。まあ、カメラもね、楽しいカメラですし、レンズもいいですね。ペンタックスいいですね。で、ペンタックス、まあ、レンズは高いんですけども、55mm とかでもね、十分ね、55mm の F1.8 とかでも十分楽しめますし、ペンタックスのカメラ非常にね、楽しいです。レンズもいいです。で、ペンタックス SP はね、たくさん出回ってるんでね、ジャンクでよく出回ってて安いですし、55mm のレンズもね、そんなに値は張らないんで、ぜひチャレンジしてみてはいかがかなと思います。はい、今日の動画はこんな感じになります。で、視聴者様のね、写真の紹介に、なってまいりますね。出てこい、出てこい。あれ、動かないぞ。一番最初に、あれ、動かないぞ。よっと。まさまささんの写真から、紹介してまいります。まさまささんの写真2枚リコー GR で撮影したということで、
1枚目、2枚目と、いきますけど、これ1枚目。リコ GR ってこれコンデジなんですかね ?GR1 とかがあのレンズ交換式、ちょっと詳しくないんですけど、あのね、夜の月明かりで海を撮影したのだと思うんですけども、これ深い青がものすごく出てて印象的な写真になってますね。見事なショットだと思います。これは素晴らしいですね。まさまささん、なかなかやりますね。あの、まさまささんね、あの、海の写真が、海の近所に住んでるんでしょうけど、海の写真が多くなってるんですけどもね、あの、まさに血のりを生かしたね、あの、素晴らしい写真が多いです。ありがとうございます。はい、次行きますね。次、369、モノクロームさん、の写真、作品です。これ、1枚だけですね。ライカ M3、ズミクロン35mm、8枚玉ですね。で、旧ネオパンアクロスで撮影してる。もうタイトルつけたらね、あの、老人と釣りっていう感じですから、それ老人と海じゃない、老人と釣り。これ、ほのぼのとしたね、休日のね、これ、サビキ釣りかな。僕もね、サビキ釣りはたまにやるんですけどね、お年寄りのね、おじいちゃんがね、背中を曲げて、二人で釣りをしてるね、ほのぼのとしたね、ところをね、撮っておられます。これ、レンズの描写もね、さすがのズミクロン8枚玉って感じでね、いいですね。絞りこれ、いくつぐらいで撮ってるんだろうな。まあ、ちょっと絞ってる感じではあるんでしょうけども、いい感じに撮られておりますね。アクロスらしさも出ておりまして、いい写真になってると思います。はい、369モノクロームさん、ありがとうございます。はい、次の作品がね、一都市九さんの写真、いつもありがとうございます。2枚、ニコン EM シリーズ E35mmF2.5、富士フィルムのカラーネガ、記録用100で撮られているということです。とりあえず1枚目の方いきますけど、1枚目の方、これなんていう植物なんでしょうかね。あの、赤い実がなってるんですけども、光が当たってね、赤い実が光っていい感じになってますね。カラーネが、富士記録、これね、違うフィルムで撮っても面白かったかもしれない。コダックとかのね、あの、フィルムでね、色を出して撮っても面白かったかもしれませんが、富士はね、あの、どうしてもあの、富士の記録用100はあの、なんだっけ、スタンダード的な、やつになりますね。あの、まあ、あの、標準の、忠実再現か、忠実再現のものになりますんで、あの、この手のね、ネイチャーフォトを撮るときはね、色が出るフィルムで、撮るのもいいかもしれないですよ。はい、一都市九さん、ありがとうございます。はい、次、夢旅人さんの作品になります。夢旅人さんの、作品2枚。カメラがね、ペンタックスの SPO120。で、フィルムはね、富士の記録用の100なのかな、で、撮られております。1枚目自転車の写真で、2枚目はね、なんか通学路の写真ということなんですけども、これ光をうまいこと捉えたね、写真になりますね。これ、コンパクトカメラっていうか、いわゆる、まあ、言っちゃいけないんだろうけど、いわゆるバカちゃんカメラなんでしょうけど、左からの光をね、うまく取り込んでいい作品になっておりますね。これね、なんかアマゾンでね、1500円で売ってたっていうことで、それを購入したということなんでしょうけど、まあ、なんか調子が悪くて10枚ぐらいで取り込まれてしまうということで、もうオブジェになっちゃったということなんですけどもね。ペンタックス SPO はね、以前僕も135円も使いましたけど、なかなかいい描写するんですね。バカにできないです。ただ僕のもね、オートデートがね、なんか調子が悪くてね、デタラメのね、日付が表示されるんで、使ってはないんですけど、ピント合わせもね、非常に秀逸。まあ、もしね、詳しいことを知りたかったら、紹介の動画作ってますんで、そちらを、見ていただければと思います。はい、夢旅人さんね、ありがとうございました。次が、初投稿かな？ドリームロコモーティブさん。ドリームロコモーティブさんの、作品。組写真、いきますね。
3枚組で、渋谷駅のね銀座線の新ホーム開業時の写真ということで、ストーリー的にはねその古い、ホーム、なんて言うんですか古いホームが解体されていく様子と新しいホームに人が流れていくということで、ストーリーがちゃんと成立しておりますね。もう一つ、まあ、欲を言えば3枚目、の、アングルですか、視点がもうちょっと工夫が欲しかったですけど、これね、狙いはズバリ合ってますね。シャッタースピードを遅くしてね、人がブレてるんですね。これ、動きのある写真を、狙っているということで、これズバリだと思います。僕だったら、前から撮るかな。ちょっと現場に行かないと分かんないから難しいですけど、ストーリーは見事に成立しております。いい3枚組の、組写真になってると思いますね。はい。ドリームロコモーティブさんね、ありがとうございます。カメラがね、ミノルタ、じゃあごめんなさい。ソニーの α7、レンズがね、コンタクスカールツアイス、バリオゾナ T、2870F3.5 から4.5mm という高いレンズをね、使っておりますね。よく分かってますね。カメラは α7、ね、なんですけどレンズがいいレンズを使えるということでよく分かっている方だと思います。はい、今後もね投稿よろしくお願いします。次がマグナムさんね、いつもありがとうございます。マグナムさんの作品、2枚、これねカメラはねコンデジなんですね。富士フィルムのね X100F っていうコンデジで、アクロスシミュレーションがこのカメラあるんですね。でアクロスシミュレーションフィルムシミュレーションで、フィルター設定なしということなんですけど、2枚目ちょっと縦構図になりますけど2枚目これラブっていうねオブジェをね誰か、スマートフォンで撮影してるのを後ろから撮ってるんですけども、これね結構アクロスらしい写真になってますね。ちょっと拡大してみてもなんかこうフィルムっぽいんでよくできてるな、これなかなかですね。フィルムシミュレーション、頭の中でちょっとだけバカにしてましたけど、でもこれはっきりアクロスシミュレーションっていうのを見たのが実は初めてなんですけど、なかなかだと思います。いい感じになってますね。はい、マグナムさんありがとうございました。今日の、作品紹介はこんだけかな？こんだけかな？はい。ちょっと以前も話したんですけども、資金的にちょっと結構苦しくなってきてまして、今後ね、動画の本数が減るかもしれないです。現状ね、動画を作れば作るほど赤字が膨らんで言ってるんで、なんとかね、その動画をたくさん作って、チャンネル登録者の方をね増やしていこうと思ってるんですけども、まあなかなかねうまいこといかないんで、まあそこはねしょうがないんで、ちょっとぼちぼち路線に切り替えていこうと思います。で、いろんな人の話を聞くとね、突然ね、ギュンと伸びるっていう話も聞きますし、そこはね、ぼちぼちやっていけばいいと思うんですけども、頑張りすぎてね、破綻してしまってもね、しょうがないんでね、今後はね、もしかしたらちょっと減っていくかもしれないです。ただ、しばらくの間はね、ネタが大量にあるんで、週2本、余裕があれば上げていくと思います。2本ずっと作る覚悟でね、頑張って、撮ってたんで、しばらくの間は2本ぐらい上げていくかもしれないです。はい、今日の動画はこんな感じになります。で、作品ね、投稿の方のね、随時受け付けております。で、ルール的にはね、以前もお話しした通り、バラ写真は2枚まで、組写真は3枚までということで、中年オタッキーっていうアカウントね、中年オタッキーと中年オタッキー2っていうアカウントが、ツイッターにありますけど、中年オタッキーの方の、アカウントに DM で送ってください。で、以前からも言っておりますけども、ネットで公開するものになりますので、写っていたらまずいものっていうのはぼかしを入れるとか、工夫してください。で、著作権はもうね、ないという
覚悟、誰かね、スクリーンショットでね取り込んで公開したりするかもしれないんで、その著作権はもうないものと考えてくださいね。残念ながら、それだけはちょっとこちらも責任を持てないということで、申し訳ないんですけども、そんな感じになります。はい、次の動画ですけど、次の動画ね、なんだっけ、なんだっけ、ヤシカ、ヤシカエレクトロ35 MC だったかな、 CC だったかな、の作品が取り上がってるのと、あと現像に2本出してるんですね。現像にコニカのレコーダーと、もう一つなんだっけ、もうあのいろいろやってて忘れちゃったでその3本の中から次の動画、行こうと思ってます。当分はねカメラ紹介の動画が、多くなっていくと思いますけども、何かね企画を思いついたらね、また違う企画で行こうと思ってます。はい、今日の動画はこんな感じになります。次の動画ね、またまでお待ちください。今日はね最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録ねここに出てると思います。チャンネル登録ボタンね、まだチャンネル登録されてない方はぜひぜひお願いします。で、あの他にもリンクが出てきますので、お暇な方はお付き合いください。はい、では次の動画までまた、お会いしましょう。次の動画でお会いしましょう。それではまた、さようなら。